どうも、みちです。どうも、アンソニーです。やっていきましょう。新作アプリ紹介のコーナーということで、はい、今日は、とある魔術のインデックス、イマジナリーフェスト。来ましたね。来ましたよ。まあ、ニュースでもやりましたけども、ね。はい、先日公開された、まあ、ニュース、注目アプリ紹介の、はい、動画でもね、紹介したアプリなんですけども、うん、まあ、とあるシリーズの、はい、キャラクターが全員集合というね、うん、かなり豪華なアプリということで、スクエアエニックさんから配信されましたと。スクエニさんから出てるっていうね、しかも。もう、とあるかけるスクエニっていう、ね、すごいね。すごい感じになってるんですけども、はい、でもこの動画ではあの実際にプレイしながらね、まあ、バトルシステムとか紹介しつつ、うん、あとあのガチャもあるんで、はい、まあ、引いていきつつリセマラでおすすめのキャラクターとかもね紹介していきたいと思いますんで、ぜひ最後までご覧いただければと思います。はい、それから概要欄とあとこちらねここにあのアップメディアの攻略記事の方もあるので、うん、そちらもねぜひ合わせてご覧ください。はい、はい、ちなみにとあるはとあるは一旦全部見ました。あ、マジか。はい、俺は本当に触り部分ぐらいって感じなんで。マジか。俺もでもね結構前の作品なんで、ほぼ記憶は、まあ、あるけどないって感じ。俺まあまあ知らんキャラもいるから、まあまあ、知ってるキャラも当然いるけど、ね、はい、だからちょっとそこはねご了承いただければと。はい、お願いします。ということでまずはバトルシステムから見ていきましょう。はい、こんな感じになっておりまして、バトル画面ですね。そうですね、まあ、3体のキャラクターを動かしていくという形なんですけども、はい、まあ、システムとしてはターン制になってると。うん、で、キャラクターを左右に動かしていくんですけど、うんうん、この矢印を合わせなきゃいけないですね。そうです、矢印の方向に攻撃してくれるんで、うん、まあ、うまいこと合わせていこうと。敵、矢印が敵に向くように右肩を左に動かせる。じゃあこの左に動かしたってことね。そうそうそう。なるほどなるほど。あ、もう好きに動かすんだ。そうそうそう、自由に動かすこともないわけね。はい、あ、じゃあこれがベストなわけか。これがベストなんですけども、はい、さらにちょっと今じゃあキャラもう一回ミサカを上条くんの上にちょっと乗っけてもらうと、これが出させるんですか。はい、連携っていうことがねできるようになってまして、はい、あーなるほど。そう、そうすると、まあ、属性とかは上条くんのステータスになってるんですけど、うんうん、まあ、連続の攻撃ができるようになると。うんうん、なるほどね。はい、で1本しか生えてない時は合体した方がいいんだよっていうこと。そうだね、まあ、今矢印どっちも向いてたから、うん、連携させた方がこちらがお得ですよってことか。うん、スキルとかはないんですか。スキルもあります。スキルもちょっとじゃあ使いましょうか。そうですね、通常攻撃入れたんで。そうですね、じゃあちょっとキャラクタータップしてもらって、はい、はい、このスキルっていうのがあるんで、はい、使ってもらうと範囲攻撃内の敵に復興ダウンと移行ダウンを3ターン付与すると。はい、魔法防御と物理防御を下げるってことかな。うん、そうだね。これで今スキル発動状態ですか。はい、じゃあ攻撃開始しますね。いいですよ。そうか、こうやってこのスキル演出もあると。そう、じゃあこの辺がね結構、はい、そうてかまず普通にグラフィックがすごいな。うん、オッケー、はい、こんな感じで攻撃で一発で倒しました。これでも手加減してるの？かっこいい。うん、普通にそう、キャラのこのすごいよね、グラフィック。レールガン見てよ、レールガンちょっとじゃあそれももう一回出しましょうか。はい、はい、ちょっともう一回いきましょう。ということで早速そしたら必殺技打ちますか。打ちますよ。はい、手加減はしないわよ。さあ、あー、レールガンじゃないんだ。そう、そうなんよ。忘れてた。当然レールガンじゃねえから。はい、そしたら、はい、次にガチャですね。行きましょうか。お待ちかね、行きましょう。こちらですね。出た、レールガン、ミサカミコとピックアップされてる。ここで見れましたと。これ欲しいでしょう。これはさっきやりたかったんですね。とりあえずここじゃない、まず。そうなんですよ。まあ、ガチャに関しては、うん、バトルキャラっていうね、さっき動かしてたやつと、さっきの裏でね、ちょっとスキル発動してたりしたんですけど、うん、サポートキャラっていうね、はい、バトルキャラにまあ装備できるキャラクターみたいなのがあって、その2種類が配置されますと。なるほどね。はい。で、まあ、やっぱりまずはまあバトルキャラを狙っていきたいってわけなんですけど、うん、今ですね、このプレミアムガチャと、こっちのね、リリース記念ガチャ、第1弾っていうのが来てるんですけど、ね、リリース記念ガチャが、上条トーマとこの三坂美琴がピックアップになってるんですよね。こっちは？こっちはもう常設です。なるほどね。はい、期間とかなくてもうみんな、まあ、とりあえずじゃあリリース記念かと言いたいところなんですけども、うん、まあ、まずガチャから出るあのレアリティとしては星1から最大星3、うん、でただ全員星6までは育成できるよっていう感じになってるんですけど、なるほどなるほど。リセマラでですね、まあ基本的に星3のバトルキャラを狙っていきたいわけなんですけども、はい、ちょっとね、じゃあキャラの方を言ってもらって、ちょっと出るキャラクターをね、うん、一覧で表示させたいなと、はいはいはい、ということでちょっとキャラ見せましょう。はい、こちらが今ね、まあ、ちょっとグレーになっちゃってる部分もあるんですけども、うん、バトルキャラの今上に表示されてるのが星3のキャラクターですね。はい、はい、僕は今星2までしか持ってないんですけども、うんうん、誰を狙うかっていうところ、リセマルでおすすめのキャラクターっていうところなんですけど、なるほど。これキャラごとにね、緑とか青とか赤とか属性があるじゃないですか。そうね。で、この一番左のアクセラレーター、うん、これがね、
紫ということで、全属性特攻みたいな、そういうことです。ガチ、まあ、あの黄色に対してあの相性をお互いにっていう、要は光と闇みたいな感じになってるんですけど、ね、逆にだから赤青緑には等倍で、あの弱点とか一切ない形で進めるということもあるんで、なるほど、まあ、星さんのこのバトルキャラの中でも誰かなっていうところでいくと、このアクセラレーターがね、やっぱりもうおすすめなんじゃないかなと。伊勢丸とりあえずおすすめは、まあ、僕的にはアクセラレーター、なるほど、唯一のまあ紫なんで、はいはいはい、ここを持っとくと序盤結構サクサクいけるんじゃないかなと思います。まあ、かっこいいしね、ですね。ただ他にもね、おすすめのキャラクターとかいると思うんで、うん、あとはまあ原作あるゲームなんで、やっぱりそう、まあそうね、好きなキャラクターいるよって人は、それが一番だよね、うん、それを狙って始めてもらうのが一番いいのかなと思いますけども、はい、他にもあの概要欄の攻略サイトの方にね、伊勢丸おすすめランキングとかもあるので、そちらもぜひ参考にしていただければというところでございます。まあとりあえずじゃあ、はい、アクセラレータと神崎、狙っていこうかな。成人だからね、こいつは。このじゃあ2体狙っていきますか。はい、 OK、 よし、頼むよ。ちなみに10連で星2が確定です。はいはい。じゃあこれ演出も面白そうね。そう、これね、演出なかなか思うでしょ。これパンチの色が違ったらとかありそう。そう、とりあえずみんなのパンチラを見ていくっていう演出なんで。なるほどね。はい、さあ頼むぞ猫。あとこの中猫の目が光るとかもあるで、ね、で今のところこれかなり渋い。なるほど。さあ、おーおー、いきなり来たけど星2です、ね、星2の、ただバトルキャラなんで、かわいすぎんじゃん。使えばする。実際やばいよね。実際おかしいだろう。うん、あ、ただね、スキップを押さない方がいいっていうのがあって、うん、タップしていくと、ここで急に昇格とかもあったりするんで。なるほどね。演出楽しみたい方は、スキップしない方がいいかもしれない。ちょっとじゃあ、昇格狙いの。うん。ほら、こういうの来るよ。星3。さすがに1個上がるだけなんだな。か。かわいいね、インデックスも。来い！ふっ！オッケー！アシストっすね、しかも。はいはいはい、まあまあまあ、星2の神崎香織をゲットと。もう一回いくよ。もう一回頼め、頼むよ。ティップ、ちょっと違う演出も見たいね。そうね。あ、待ってよ、スフィンクス。どうするの、スフィンクス。パンチラを見せてくれ、スフィンクス。やばいやばい。おおおお、一応でもメイドさんじゃん。いたね。でもちょっと渋そうではある。いや、渋いな。あの、気球に行くときに多分虹とかあった気がするもん。ああ、なるほどね。きちい。これきついぞ。まあまあ、でもこんなもんでしょ。まあね、伊勢丸なんて。確かに、ひたすら回してるもん、だってそんな簡単に。あ、いいね。金をちょうどどかしてくれたのに、今。サテンさん、来い。くまあ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 、そんな甘くねえよって。そんな甘くねえよお前。ああ、見たか、おめえは。まあ、21連なんだよ本当はね。しっかりと、そうですね、一回引いて、さあここで決めていきたい。これ逆に単発でこの演出何回も見るっていう遊び方もあり。確かに、これ深いね。うん、まあでもほぼこれ。そうね、マジで変わらないもん、その演出になって。マジで何の面白みもない演出。映像だけが1回だけ登場してくれたぐらいですけど。さあ、しっかりと爆死していきましたと。はい、まあいうことで、そうですね、まあガシャはこんな感じですね、うん、まあ、21連、はい、やるとこんな感じでしたと、はい、いうことでございました。はい、ということで、うん、とある魔術のインデックスイマジナリーフェスト紹介させていただきました、はい、あの今もちょっとゲーム始まって、あの社内でも何かプレイしてるんだけど、うん、マジであの、ね、序盤というか結構本当に第一章終わるぐらいまでずっとオートでもサクサクいけるぐらいな感じだったりするんで、うんうんうん、普通にストーリーを楽しんでいきたいと思います、うんうん、っていう人はもうね、全然バトルはオートでも全然いけちゃうよと。なるほど、いった感じになってます。まあ今リセマラとかちょっとおすすめしたと思うんですけども、うん、ちょっとこれね、もうリリース時期考えても、うん、もしかしたら近日水着キャラとか、ね、うん、来るかもしれないんで。なるほどね、うん、はいはい、だからもしかしたら石を温存していくのもありなんじゃないかな。確かに、はい、まあ、言うてすぐ新キャラ追加されますもんね。確かに確かに、こういうゲームってそうなんや、ポン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 、うん、まずそう、とあるシリーズめちゃめちゃキャラいるじゃん、うん、今公式サイトにもめっちゃキャラいるんだけど、さっきのねキャラ一覧で見るとまだ全然実装されてないキャラとかもいたりするんで、ねはい、もしかしたらそのピックアップの今第1弾だけど2弾3弾とか
でもしかしたらアクセラレーターが来るとかもあるとか。なるほど、はい。まあ、それからこの動画であのリセマラについて詳しくまあお伝えしてきたんですけども、他にもね気になる攻略情報はあのガイラの方にアップメディアの攻略記事あるのでそちらを参考にしてみてください。それからアプリのダウンロードリンクも貼っておきますので、面白そうだなと思った方はぜひダウンロードして遊んでみてください、はい。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。他にもねいろんなゲーム情報載せておりますので、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。またね。